いや、また菊池選手、ゲームセットの瞬間、笑顔があふれました。今お気持ちいかがですか？最高ですよね。嬉しいです。でも本当にこの一生の難しさ、重み、そんなことを感じた試合になったかもしれません。そのあたりいかがでしょう？いや、本当に1点の積み重ねて大変だなと思いますし、スカッとしたいいヒットを打ちたかったんですけど、バントしないちょっとロブショットみたいなヒットになってしまって、まあ、でもいいところに押し込めてよかったです。ただそのヒットで今日菊池選手勝利点打点となりまして、これでこの3連戦3試合連続すべて菊池選手の勝利打点です。どうしたらいいか分かんないんですけど、嬉しいです、はい。昨日が今シーズン初めてのこの松原の勝ち合いの試合でした。この2日連続、この景色、この光景、この歓声、どう感じていますか？本当に全く活躍できてない中、しっかり声援いただいてますし、それに何とか応えたいと思って、毎日練習してますし、今日は日の出れていることで源次郎さんが試合前に元気を入れに来てくださったので、それに皆さんのファンの声援も含めて応えられるなと思います。ありがとうございます。また最後に八ヶ先生に向けてお話を伺いたいと思います。それでは今シーズン初めてのマツダスタジアムのお立ち台になります島井選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。改めてそこからの景色、島井投手はどう感じていますか？そうですね、今年初めてのお立ち台なので、すごく嬉しいです。一度はしっかり自分を見つめ直す期間もありました。その期間を経てここに戻ってきました。どんなことを考えて立てを進めたんでしょう？そうですね、チームに迷惑をかけている期間があったので、なんとかチームに貢献したいと思って今は投げているので、これからもがむしゃらに投げていこうと思います。そんな今日のマウンドはまっすぐまっすぐまっすぐで押していくという、まさに島内投手らしいピッチングが見られたと思います。今日のピッチングに関してご自身いかがでしょう？本当にキャッチャーの石原が僕の良さを引き出してくれたので、本当にいいピッチングができたと思います。ありがとうございます。それでは改めて今日駆けつけてくれたマツダスタジアムのファンの皆さんに、そしてこれから大事な8月戦争が始まります。島内投手、どんなピッチングをしていきたいかお願いします。ここから本当に順位に関わる大事な試合が続くと思うので、なんとかチームの勝利に貢献できるピッチングをしたいと思いますし、なんとか優勝を目指して全員で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では菊池選手、これでまず統一カード3連勝ということになりました。大事な大事な8月戦線、今日から始まりました。次から向けて今日のお願いします。暑い日が続いてます。飲みすぎて感染して熱中症にならないように、冷たいものを首にかけたりしてしっかり応援してください。よろしくお願いします。